はいどうもゆきでーす。ということで今回は、酒動画始まりました。はい。チューハイです。夏限定のストロングゼロドライ、ドライザシャープ。夏限定ストロングゼロのドライザシャープ。これまずそうだな。もう見る限りまずそうだな。ライム新摂取使用。容量がなんと 340ml。10ml 少ない。原材料が、レモンとライムとウォッカとスピリッツと香料と酸味料とクエン酸系と、酸化防止剤と炭酸ガス。アルコール度数が 9%。抜群の切れ味で食事とさらにうまい。今だけの限定ドライ。これなんで 340cc なんだろう。普通の缶ってあれだよね。350だよね。10ml なぜか少ないという、この、濃すい。濃すいな。サントリー、さすが濃すい。濃すいことしてくるわ。しれっとこう、容量を減らしてくるっていうね。このサントリーの、ね、小汚い精神ね。サントリーのこの小汚い、精神が物語ってるよね。多分まずいと思いますけど飲みます。それでは皆さん乾杯。あ、言うほどまずくねえな。あ、今までのストロングゼロドライのシリーズに比べると一番うまいかもしれない。まあでもそんなにうまくないんだけどね。ストロングゼロと。ストロングゼロシリーズはもう総じてまずいというね、甘味料が入っててクソまずいんですけど、まあ、これは甘味料入ってない。で、入ってないやつでもまずいものはまずいっていうか、ほとんどの場合まずいんですけど、このドライザシャープは多分、まあ、昔飲んだストロングゼロのドライっていう、ただのその、ゼロドライってやつだけで、その名前のやつは、まずかったんで、でもこれは、割と美味しい。うん、割と美味しい。果実丸ごと新摂取と果汁をダブルで使用しているから、ストロングな果実感と、ストロングな飲み応えとか書いてありますけど、まあ、甘味料入ってると全部台無しになるからね。まずさがね。まずさが全部クソみたいなまずくなるから。ストロングゼロ。ちょっと待ってね。あ、まだ飲めるレベルですね。はあ、よかった。また捨てることになると思った。実にストロングゼロシリーズは本当に総じてまずいから、これならまだ飲めるレベルですね。これ一番ストロングゼロシリーズで一番美味しい。ただし、うまいとは言ってないっていうね。ただし、うまいとは言ってないって感じですけど。ね。あれ、製品情報。特に何も書いてない。書いてねえ。ドライザシャープと。ドライザシャープ、サントリー。夏季限定、新発売。キレを強化し、夏にぴったりの限定フレーバーが登場。こちらが、7月の10日から発売されている、らしいです。
以前から発売しているストロングゼロドライの、食事に合う甘くない切れ味を一層強化しました。で、ジンを新たに配合するとともに、炭酸ガス圧を高め、より一層力強い飲み応えと爽快感を実現しました。また、柑橘、ポリフェノールの配合を増やすことで後味のキレを強化しました。あれ？ジンって入ってるの？これ。ジン入ってなくね？レモンとライム。だってウォッカって書いてあるもんね。これスピリッツってとこがあれなのか。ジンなのか。まあ、それはいいんだけど、なんで 340cc なんだろう、これ。これだけ 340cc ってことかな。まさか。限定品だからちょっと容量減らそうぜ、みたいな。ちょっと限定品だからさ、ちょっと減らそうぜ、みたいな。感じなのかな。ああ、やっぱり。他の、ストロングゼロシリーズは 350cc ってなってますね。うん。ということは、なんだ、これだけ 340cc ってことか。はい。やっぱ、こすいことするな。実にこすい真似するよね。このサントリーとかいうね、会社はね。実にこすい。で、ちなみに、500cc の缶も 490cc となってまして、10cc 少ないですね。なんだよ、そのよくわかんねえ。節約の仕方というか、こう。よくわかんない、そのさ、その 10cc ちょっと減らしました、みたいな。いや、ちょっと減らしたぐらいでバレねえだろ、みたいな。そういうあれはもう、俺には通用せんからな。俺には絶対通用せんから。まあ、うまくはないんだけど、まあ、まずいかって言われると、まあ、そこまでまずくはないですよね。うん、そこまでね。うん。まあ、ライムっぽい。味わいとしてはほとんどストロングゼロのドライと、まあ、ぶっちゃけあんま変わんねえような気がするけど、えぐみとかは減ってますね。えぐさが減ってます。ストロングゼロのドライは、すげええぐいんですよね。なんか、後味がすげええぐくって。もう吐き気がするほどまずいという、ね、感じだったんですけど。そこまでまずくはないんだけど、やっぱり、まあ、うまいかまずいかで言うと、まずいの方に軍配が上がるよね。軍配が上がるんですよ。やっぱりまずいっていう。ちょっとあれだな。まずさはあるね。うん。まあでも他のストロングゼロシリーズに比べたら、はるかにマシなまずさという感じですね。うん、まあ、あれだろうな。これ単品で飲むより、やっぱな、あれなんだよね。絶対。絶対唐揚げとかで食った方が絶対うまいんだよ。これ単品で飲むとさらにまずいっていうね。単品で飲むから余計にまずく感じるんだよ。こういうのは。
やっぱちょっとえぐいっすよね。ちょっとえぐみがあるんですよ。後味というか、こう何か俺の生理的にこの受け付けないこの気分が悪くなる。この後味のような。なんでだろうね、この。普通にジンとかを、ジンをソーダで割って、さ、ジンソーダみたいなの飲むじゃん。それとは全くその味わいがさ、違うんですよね。これの場合だとウォッカと、多分ジンが使われてるんですけど、ウォッカを炭酸で割ってもこんな味になんないんですよ、普通は。だからまずい。まずいのは間違いないですね。これはあれだな。ちょっとなんか、唐揚げと一緒に食おう。これはちょっとまずい。やっぱりまずかったっていう。サントリーのストロングゼロシリーズはやっぱまずかったっていう。ね。なんだかんだで言ってまずかったっていうことです。このエグさが、なんかコクがね、ちょっとね、エグいんですよ。エグみ？甘さはないですね。甘さは、ほぼほぼっていうかない。香りは若干まああれですけど。これはあれだな。二つ星だな。これも買う価値ないでしょうね。2132です。ご視聴ありがとうございました。